はるかちゃん疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。キリュウちゃん今日はどうするの？何か新しい手がかりを探さないとな。街に出てみるか。大丈夫？キリュウちゃんすぐ変なことに巻き込まれちゃうから。 私、河原のもんでモグサって言います。今花屋さんのところで働かせてもらってます。旦那、ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。どうもボスの身内にトラブルらしいんです。ここんとこずっと機嫌悪くて。でも私らには何も話してくれねえんです。花屋に家族が？大昔に別れたのがね。その息子ってのがこの町の不良でして、 向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。ボスは桐生さんのファンですから、会ってさえくれりゃ機嫌も少しは治ると思いますんで。ボスなら河原のモニタールームにこもってますから。お願いしますよ。 おい、ちょっと待て。 あのさ、兄ちゃん、俺らに金貸してくんない？ すみません、勘弁してください。おいおい、そんな冷たいこと言うなよ。他人には親切にするもんだぜ。ね、ちょっと貸してくれるだけでいいんだ。返してくれるんですか？もちろん。なんなら倍返しにしてやってもいいぜ。いつぐらいに返済して？ごちゃごちゃうっせえな。細けえことはいいからさっさと出せ、俺。
ちょっと下がら。助けんじゃねえよ。邪魔だ。ほら。うっしゃ。ほら。お。お。
見てきて。会長さん、社長さん。
それがあんたの息子か。キリュウ、お前、いつからそこに。いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ、悪かねえ。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。旦那、旦那じゃないですか。ん？誰だお前。俺ですよ。もしかしてお前、田村か。そうです。いやー、お久しぶりです。お前、死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。ああ、そうだ。俺の事件を追ってて、東京湾に浮かんだって。さすが花屋さんだ。完璧に情報をでっち上げてくれたんですね。どういうことだ。実は5年前、西の河原に入ってボスと知り合ったんです。そして、情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘。まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ、分かった。それじゃあまた。
いらっしゃいませ。ありがとう。
の真似だ。くそ、教官逃げろ。うん、一人か。待てよ、何か勘違い。組長に言っとけよ。娘さんは、教科は俺が幸せにしますってな。やるしかねえんだ。頼む、見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え、じゃああんた後部組？違う、訳を話せ。どうなってるんだ？追われてるんだ俺たち。強化の親父、後部組から。何があった？強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ？デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか？ダメだ。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞこれ。なんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと？行け。すまねえおっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。Ugh!
クソが。おい、タカシのことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。なんだ貴様。どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。タカシは、タカシはどうする気。お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落としまいつけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから、タカシは関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。強化、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても強化を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。そうはいかねえ、あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。死ぬ気か。俺らじゃボケ。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ、やれ。
たがし。ああ、取った金は置いてけ。ずうずしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、あげくにはメールで組抜けるってか。黙りなさい。いいよ、タカシ、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに、今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。タカシ、俺、俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って、頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。隆史、よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え、京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。花から組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父。俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。
見せて。ああそうだ、そういえば高志の連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京花って女の親父さんか。俺にくれるのか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあせっかくの差し入れなんだ、もらっとけ。ああ、それから実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。もしもし。ああ、キリュウちゃん、私、レイナよ。ああ、どうした。伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの、ちょっとセレナに来てくれないかしら。わかった、すぐに行く。それじゃ、早く来てね。ありがとうございました。はい。はあ。おい、
ああ、キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間、ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒を、どうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよ、バカ。何何？さやって女からだが、伊達さん、約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。おじさん、どこ行ってたの？出かけるなら起こしてくれればよかったのに。ああ、すまなかったな。まだ少しだけ用事があるんだ。待ってられるか？うん、大丈夫だよ。行ってらっしゃい。娘さん、まだ公園で待ってるのかしらね。おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱなんでもない。でもどうすんの、さや。すぐに見つかるって、行こう。さや。ちょっと。伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。チクりたきゃチクりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや。おじさん、さやの味方？多分な。そっか。実はね、さや、変な男にはまっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それであの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子ヤバいかも。おじさん強そうだし、さやのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？
チャンピオン街のシェラックってば。おじさんの目で翔太郎のことを見てみてよ。いらっしゃいませ。翔太郎はいるか？お客さん、知り合いかい？そうかい。で、注文はしないのかい？そうだな。一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。わかりやすい質問だな。もう、わかりやすい質問だったか。そうだよな。気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。翔太郎ならスタ
大丈夫か。ちょっと何するんですか。え、ほら誰だこの男。知らないわよこんな人。この野郎、俺が知らないうちに男作りやがったな。違うんだって、じゅんちゃん。あ、すまん、余計なことしちまったか。俺はてっきりこの女性と俺は何も。覚悟はできてるか。ちょっとじゅんちゃん、やめて、やめてよ。よせ、落ち着け。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うおー、うん、せい、とりゃ、どうだ。うん、せい、参ったか。おい、ちょっとお前。さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえ。っていうか、やめろ。いって、いでよ。そちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。こういう輩はきっちりと葬儀しないと。違うんだ、人の話を聞け。こら、何やってるんだ。あ、お前らさん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ねえ、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつだな。ああ、あの二人がカップル。ってことは、脅してたチンピラってのはお前か。は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。そしてあなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せずお縄につくということで。何言ってんだ、お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまりどういうことなんだ。あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。血は喧嘩とは知らなかった。止めに入ったら男が俺に喧嘩を吹っかけてきたんだ。そうなのか。はい、すみません、お騒がせして。そして途中、この顔のでかい男が急に入ってきてチンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど。もういいか。すみませんでした。いや、もういいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく、さあ。すまなかったな、あんたには迷惑かかっちまった。いえ。それにしてもすごい技だったな。柔道をやってたのか。では篠原さん、最近は物騒ですからお気をつけて。篠原、なんで名前を。あんた有名なのか。
現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちにさっきの現場に出くわしまして、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか、迷惑かけたついでだ。俺でよければ案内するぜ。本当ですか？よろしくお願いします。ちょっとそこのお前、何見てんだよ。やめろ。いらっしゃいませ。ふう、食った。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまい。ありがとうございました。
キリュウさん、いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは来てるか？ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか？さや。お父さん。お客さん、困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ、今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それは。お父さんはいつもそう。会ったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして。そのくせこんな時だけ父親ぶる。さや、帰るね。さやちゃん。くそ。な、何よ、あんたたち。さや。ちょっと話して。うるせえ。おい、何やってんだ。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューするからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前、てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。Yeah!
俺はあの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。キリュウさん、翔太が言ったの。マチキンから借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがねえ。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。そのマチキンの場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。ありがとうございます。キリュウさんって。いらっしゃいませ。ありがとうございます。さよはいつから。いらっしゃいませ。ほう、ありがとうございます。伊達さんとは普段どんな話をするんだ。最近は何も。ちょっとお前死ぬぞ。何なんだ。お父さん、話をつけに行くって言ってたけど。ちょっと殴らせてもらうぜ。うん、
ませんから。早いって。置いてかないでよ。おちょっとそこの取り合いで髪出せよ。ねえ、あんた、さやの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ。店のツケが20、俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太さ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。おい翔太、何やってんだ。こいつサツか。へえ、4か。丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたら、サヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ。翔太、なんで？薄情な親父だね、あんた。娘大事じゃないの？大事だ、大事に決まってんだろ。サヤには指本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はサヤの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあサヤはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはサヤより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねば、さすがにお前らでも逃げ切れないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん。なんだてめえ。あんた初めからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。一緒にぶっ殺してやる。Yeah!
20が400だって。冗談にしても笑いやしねえな。いえ、消耗出せよ。借りができたな、キリュウ。いや、お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。 お父さん。サヤ、俺はダメな親父だ。10年前お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サヤが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら、俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから。泣かないでよ。キリュウ。おはよう、伊達君。課長、何か。ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか。10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう。交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。今のが伊達刑事かね。はい。どうだ、須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか。わかりました。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき、聞いたで。踊れの子分に手合いとるようやの、錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです。本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろ。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、キリュウに組を持たせたいだけや。キリュウのやったことは絶対許されへん。せやけどな、
皮肉なもんやが、桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。